前回のアナザーセンチュリーズエピソードには、修理のために佐世保に来た機動戦艦なでしこ。しかし修理中に敵が襲撃してくる。近くに待機していたアルビオンは佐世保の町となでしこを護衛をするために急行するのだった。新しく仲間に加わったバルキリー隊の協力もあり佐世保の町となでしこを護衛することには成功する。しかし戦いの最中なでしこのクルーであるフェンカはアッタがボソンジャンプによって突き手飛んでしまう。なでしこはアッタを迎えに行くため突き手向かうのだった。皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウネです。今回もアナザーセンチュリーズエピソード2をやっていくよ。前回はアッタ君が突き飛んでしまいましたし、なでしこはそれを追っていっちゃいましたけど、今回は何をしていくんですか？今回はそのなでしこがいる月に木星トカゲが攻撃しているみたいだから敵の撃退が目標だね。なでしこはいつも敵に襲われてますね。まあ新型機動戦艦だし功績も上げてるから木星トカゲや他の敵も狙ってるのかもね。人気者は大変ですね。こんな人気いらないと思うんだけど。それで最初はどんな任務をやっていくんですか？最初はなでしこの護衛だね。なでしこは現在新装備であるY ユニットに乾燥してる最中なんだけど、その間は動けないから乾燥が終わるまで守るのが僕らのやることだよ。こんな敵のど真ん中で乾燥しなくても、もともとなでしこ用の装備じゃないから仕方ないところだね。ただ今ミスマル艦長が言ってるようにY ユニットに乾燥すると装填に砲が使えるようになるから、今いる敵も一掃できるかもしれないんだ。乾燥が終わるまで守りきれますかね。それじゃやっていこう。今回はなでしこも新装備になってるということで、エステバリスも新型のエステバリスカスタムにしてきたよ。いやこれ映画の期待ですよね。今普通にアニメの時期ですから時系列がおかしくなってるんですけど、僕も本当なら劇場版のストーリーまで撮っておこうと思ってたんだけど、実はこのゲームに劇場版のストーリーがないみたいなんだよね。というわけでせっかくだからここで使おうかと。それにブラックサレナも今まで普通に出てたし今更だしね。そう言われればそうですね。ところでエステバリスとエステバリスカスタムの違いって何なんですか？簡単に言えばエステバリスではフレームごとだった特徴を一つの機体にまとめたのがエステバリスカスタムだね。だから今まで少し火力が足りないなってことが多かったけど、この機体になってからはそんなことが起きないわず。拡張がないんですか？なんせ初めて使うからね。それにしてもいつになったら乾燥が終わるんだろうか。制限時間もないですし、いつになったら終わるかもわかりませんね。それに敵も多いし結構忙しいな。まあディストーションフィールドもあるからそんなに苦戦はしないけどね。本当に使い勝手のいい機体ですね。こんな機体があるならもっと早く使っていれば苦戦を強いられることもなかった気がするんですが、それは僕も感じてるからこれ以上言わないでもらっていいかな。さて、いい感じに敵も減らせてきたんじゃないかな。今回も特殊演出のコンビネーションアタックを持ってきたんだけど、なかなか使いどころがないな。できれば強い敵に使いたいんだけど。おっきい感じの敵がいますね。それじゃ久しぶりに特殊演出のコンビネーションアタックを使っていこうか。相変わらず特殊演出のコンビネーションアタックは見応えがありますね。見応えもそうだけど威力も普通のコンビネーションアタックより高いらしいんだよ。確かに想像の5倍くらいダメージ出てますね。やはりコンビネーションこそが最大の武器なのかもしれない。あった押した。装填砲発射。目標その辺の全部。了解。装填砲発射します。というわけでクリアだね。なんかあっけなかったですね。これが新型機体の実力ということなのか。そういえば今回のミッションで木星トカゲが何者かもわかったよ。木星トカゲっていうだけあって人外の生命体なんですか？いや木星トカゲの正体は100年前に月に移民して独立した人間のことみたいだね。でも地球の中のその独立が心よく思ってない陣営がその人たちも火星に追いやってっていうのをやったみたいなんだ。それで最終的に木星にたどり着いた人たちが木星トカゲになったみたいだね。詳しくはアニメ機動戦艦なでしこを見てね。説明を諦めないでくださいよ。でも地球の陣営思いのほかエグいことやってますね。100年前だし地球も統一されてなかったんじゃないかな。まあ統一されてる今も一枚岩ってわけじゃないんだけど、今も様々な陣営が UCE で勢力争いしてますしね。それで今後どうするんですか？なでしこは独断で木星に和平交渉に行くみたいだから、アルビオンも一緒に行くみたいだね。素で命令違反しますねこの集団は。まあこれくらいの命令違反はどうにでもなるんじゃないかな。ジオン残党の時はもっとすごいことやってたしね。過去にもっとすごいことやってたから許されるというものでもない気がするんですが、結果を残せばいいだけだから。軍隊を舐めすぎでしょ。
それじゃ次のミッションをやっていこう。と言っても次のミッションは和平交渉をしているミスマル艦長とかを待つだけなんだけどね。それはミッションと言うんですか？一応不測の事態に備えての警戒任務ってことなんじゃないかな。これから絶対何かが起こるでしょ。そんなことはないんじゃないかな。さてミッションを始める前にウィングガンダムゼロの強化もしていこう。いや、今回は不測の事態時の警戒なんじゃ。不測の事態があってからじゃ遅いからね。よし、フル改造でウィングガンダムゼロが最強になったしやっていこう。過剰戦力なんじゃ。まあ強化はできる時にやっといて損はないからね。であれ攻撃をやめないんだけどなんでだ。フル改造した機体が暴走するとか漫画ですか？うわ、攻撃をやめない。誰か止めてくれ。今の状況に水を差すようですけど、コントローラーを一旦抜けばいいぜ。人がせっかく暴走した機体のパイロットごっこしてたのに。和平交渉中に遊ばないでくださいよ。和平交渉中に攻撃してきた敵を倒してるからただ遊んでたわけじゃないんだけどな。それにしても何回か抜き差ししてるのに全然治らないんだけど。本格的に壊れたんじゃないですかね。それはそれで普通に困るな。まあさすがに何回か抜き差ししてれば治るでしょ。フル改造の弾薬無限でなんとか戦えてますね。やっぱり改造しておいてよかったね。さてこれならどうかな？止まった。いやーずっと射撃されると結構めんどくさかったから治ってよかったね。それにしても僕がコントローラーを直している間に敵のほとんどを壊滅させるなんて。ウィングガンダムゼロ、恐ろしい機体だ。これがリミッターを外されたガンダムタイプの力なんですよ。いやーでも弾数が無限になるだけでここまで強くなるとは。これは本格的に封印することも視野に入れていかないとゲーム性が壊れる可能性があるね。まあそういうことは後々考えていこう。あれは木蓮艦ね。なんで？おい、話が違うじゃねえか。まあ、できすぎな話だったのよね。木蓮が攻撃してきましたよ。和平交渉をしてたんじゃないんですか？どうやら和平交渉は決裂したみたいだね。いくら決裂したからっていきなり攻撃してくるのはなんだかおかしな気もしますが。なんだか仇とか言ってるみたいだし、和平交渉中に誰か殺されたりでもしたんだろうか。デスマッチ形式の和平交渉でもしてたんですか？まあ何にしろ木星の奴らをある程度倒さないとミスマル艦長も救出できないし敵を減らしていこう。木蓮との戦争はもう平和的には終わりそうになさそうですね。なんでこうなってしまったんだろうか。さて、ザコはある程度倒せたけど、あの戦艦はどうしようか。あの戦艦はボソン砲っていうボソンジャンプの力を使って相手の内側に攻撃をする砲台を持っていますから強敵ですよね。そんなわけで早く落とさないとアルビオンが落とされちゃいますよ。本当ならいろいろ作戦とか考えて戦うんだろうけど、この機体ならもう直接攻撃した方が早い気がしてきたね。起きろー。周辺にミサイル射出します。あれ、今敵戦艦を破壊したんだけど、これから攻撃する感じなんですか？もしかしてまだ戦艦が残ってるんじゃないですかね。あんな強力な兵器を積んだ戦艦がそんなに配備されてるわけないじゃないか。いや、現に目の前にいるんですが。これを全部撃沈していかないといけないのか。一体何隻いるんだ？安心してください。こんなこともあろうかと作戦を考えておきました。お、一体どんな作戦なんだい？このボソン砲は発射されるときに熱に反応してるみたいだから、発射されそうになったらミサイル群に入り込んでください。多分当たりません。普通に運ゲーじゃないか。しかも宇宙空間で特定の場所に行くって難しいんだからな。頑張ってください。ある程度破壊できたんじゃないかな。戦艦が出てきたときは長引くかと思いましたけど、どれだけ撃っても弾切れになりませんから結構サクサク来れましたね。結局ミサイル群に入ることは一度もなかったね。まあボソン砲一発や二発くらいならウィングガンダムゼロが耐えちゃいましたしね。これは今後もウィングガンダムゼロの活躍が楽しみだね。ゲーム性の話はどこに行ってしまったのか。それじゃ次のミッションをやっていこう。次のミッションは火星までの道にいる敵を排除して火星にいるなでしこと合流するのがミッションだね。なんかアルビオンだけ置いていかれちゃった感じですね。これがボソンジャンプを持っているものと持っていないものの差ということなのか。アルビオンにも移動スキルが欲しいところですね。忘れてると思うけど、ボソンジャンプは完全に使いこなしているわけじゃないからね。さて早速やっていきましょう。おっと、その前に機体を進化させていこう。進化？このゲームでは一部の機体を強化することで進化させること。今回はユーブレンをネリーブレンに進化させていくよ。そういった機体の入手方法もあるんですね。それじゃ早速進化させたネリーブレンでやっていこう。って周り敵の戦艦だらけじゃねえか。何か知らないですけど、なでしことアルビオンで協力してる形になりましたね。協力と呼ぶには挟まれてる戦力が強大すぎるんだけど。まあいい、とりあえずここら辺一体の戦艦を撃沈させていこう。今回使っているネリーブレンはバリア的なものもあるし、攻撃は威力が高いから戦艦落としにはもってこいだね。ブレンパワード系の機体は全体的に強いですよね。威力の高い武装を持っていて、なおかつバリアがあるのがいいよね。それにしてもこの数の戦
戦艦をどうすればクリアなんですか。火星内部に入れさせなければいいんじゃないかな。全部落とせって意味じゃないですか。まあそうとも言う。なんて無茶苦茶な。まあそれだけ買われてるってことなんじゃないかな。無理強いさせないところがブラックショップ用ですね。アルビオンはブラック企業じゃないもん。ダメだ、完全に洗脳されている。さて、敵戦艦も残り1機だね。意外と落とせましたね。敵戦艦の火星侵入もほとんどないし、これは大戦火なんじゃないか。これで終わりなんですかね。戦艦だけだとさすがにぬるすぎるし、それはないんじゃないかな。普通あんなに戦艦がいたら突破は不可能な技なんですが。おっと、そんなことを言っていたら火星のエースパイロットが現れたね。落ちろ、ふ、一撃とは影武者。いや、普通にモブを倒しただけなんて。まさか自分に似せた機体を一緒に連れてくることによって疑似的なデコイを作り出すとは。絶対そこまで考えてないと思うんですが。さて敵はどこだ。いた、よくも僕のことを騙してくれたな。マイスターさんが勝手に騙されただけでしょ。でもこの敵もディストーションフィールドを持っていますから、ここからが長くなりそうですね。そ、ディストーションフィールドは実弾兵器に対してはそんなに効果がないんじゃないのかよ。このゲームでは普通に弾きますからね。しかしそんな敵でもこのネリーグレンならやれるんです。突然通販番組になった。オラオラ、そんなディストーションフィールドでこの攻撃が防げるかな。よし、残り HP はあと少しだ。このまま落とし切っていって逃げるなぁ。いつもいい感じのところで逃げられちゃいますね。まあ決着は火星でつけることにしよう。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。任務完了。